こんにちは。オーシャン東京本店スタイリストの大野グリムです。今日はこれさえやっとけば間違いないよっていうパーマをちょっと紹介したいと思います。 YouTube 初めてで不慣れな点はございますが、最後まで見ていただけたら幸いです。よろしくお願いします。で、今日はモデルのバンダリ君にお願いします。協力していただきます。お願いします。お願いします。じゃあ早速行きましょう。いなじゃあ早速パーマ巻いていきます。まずだいたい耳のこの後ろ、ここの骨ちょっと出っ張ってるところがあるんですけど、ここのちょうど延長線上ぐらいの脳天の部分から前と後ろにここ分けます。大体このラインで行きます。この時に一回前から見て、トップの位置が大体ここに来るなっていうのをイメージして、最後ちょっとバランスを変えてください。頭の骨の長さが人によって違うので、そこはバランスを見て人によって変えます。だいたいこの辺で。じゃあ巻いていきます。まずこの一番上の後頭部の部分、ここはボリュームが出るようにちょっと持ち上げながら巻いていきます。で、内巻きです。2段目も内巻き。内巻きを2回やったら、そこから下は外羽になるようにいきます。内巻きと外巻きの交互で、この後頭部のところを持ち上げてしっかり内巻きにすると、後ろのボリュームが出て横から見た時に頭の形が綺麗に見えます。で、ネープもしっかり。斜め後ろのところはこれ全部外羽です。このバックサイドに関してはボリュームが全くいらないので、ボリュームを潰しつつ動きを出すために外羽に入れます。次に前に行きます。前はこの後ろの一番上のロッドの同じ位置に1本入れます。この位置は髪の毛のトップを作る位置なので、持ち上げながら内巻きに巻きます。そうするとここのふんわり感が出て顔がキュッと引き締まります。で、次はだいたいこのもみあげの延長線上のから後ろのライン、ここのラインアウトラインを作る位置ですね。この位置を上からまあだいたい3本か4本ぐらいで、耳の上まで。ここのアウトラインは全部外羽にパーマを巻いて、これワックスつけると内巻きになる毛と外羽になる毛が勝手に交互に出てくるようになります。内巻きにしちゃうと横が膨らんで頭が四角形に見えちゃうんで、この引き締めを作るためにここは全部外羽にして毛先に方向性を出してあげるイメージです。で、あとはこのトップから前髪までの間、埋めていきます。反対も一緒です。で、こんな感じです。
今日はちょっと前髪にはパーマかけずにいきます。で、今巻き終わったんですけど、ポイントは頭蓋骨の形をより綺麗に見せつつ、パーマで毛先に動きを出すっていうところが一番大事なので、自分でやるときはドライヤー乾かしてワックスをなじませて散らしたら勝手に完成するよっていうような、時短にもなるし早くかっこよくなります。襟足は髪の毛を毛先にしか巻き込んでません、パーマを。そうすると根元のボリュームは変わらずに毛先だけ跳ねるようになるので、ここの首のラインがキュッと引き締まりつつ毛先の動きを出すことができるので、ここは毛先しか巻き込まないっていう感じですね。あとはここのバックトップのボリューム感とこのトップのふんわり感を意識しつつ、頭蓋骨の形によっても変わるんですけど、大体の人はここをふんわりさせて鉢回りを潰してあげて、トップから前髪の間をふんわりして繋いであげるっていうようなやり方が日本人の骨格には一番マッチします。めちゃくちゃふんわりしたじゃない。パーマ結構効いてますよこれ。セットするとこんな感じです。ちょい長めですけど、まあ、王道のマッシュのパーマをすると、まあ、こんな感じに仕上がります。一応ここのトップとフロントとこの後ろのふんわり感を出すためにパーマをかけてワックスをつけると、まあ、ちょっとこの毛先のバラバラな方向性と、あとはこの根元が起き上がってるんで、横から見た時も頭の形が綺麗に見えるようになってます。はい、というわけで90万ポイントはい、というわけで今回は王道のメンズのマッシュのパーマを、紹介させてもらったんですけど、自分で普段セットするときにドライヤーで乾かしてアイロンして動きを出してワックスつけてっていう、まあ、大体もう20分ぐらいかかっちゃうと思うんですけど、まあ、このパーマをかけることによって、まあ、朝の時間がこう短縮されて、まあ、セットが時間が短くなって楽になったりだとか、まあ、あとは自分の頭の形に対して悩んでる、横が膨らんじゃうとか、まあ、トップが立たないとか、後ろがぺっちゃんこになっちゃうとか、そういった悩みを解消しつつさらに時間を短くしてかっこよくなるっていう、パーマをすることでいいことたくさんあるので、くせ毛の方とかはできるできないとか、まあ、ダメージによってもできる人とできない人いるんですけど、オードのパーマ以外にも最近だったらスパイラルパーマとかツイストスパイラルパーマとか、まあ、いろんなパーマが出てきてると思うので、まあ、そのメニューは当日お店に来てから相談でも全然大丈夫ですので、わからないことがあったら何でも聞いていただければなと思います。はい、夢見ました。ありがとうございます。不慣れではありましたがいいねと高評価をよろしくお願いします。どっちもいいねだよそれどっちもいいねだ OK